はい、男盛りを過ぎですね、中年に差し掛かると実はですね、こうやって白髪が出てきたりとか、体力の衰えがあったりとか、シワが出てきたりとかね、いろいろと体の悩みとか体力の悩み、こういったものに気づくことが多いんじゃないかなと思います。40代50代の皆様、いつまでもね、20歳前後の若い頃の気持ちでは危ないところがありますよね。俺も学生の頃はとかね、しばらく体動かしてないけどみたいなことをたまにね、口から出ちゃうようでしたら、ちょっと黄色信号が灯ってると思いますよ。ということでね、この辺で一発ライズアップとは言わないですけども、1日1分だけこうダイエットとかね、筋トレに、ちょっと意識を向けてみるのはいかがかなと思います。その時ガチンコマッチョクラブのこのミスター M さんの動画が非常に励みになります。この方はですね、元ホームレスで10年間ぐらいの記憶がないぐらい、もうタコ部屋で働かされていたと。でそこからですね、這い上がってきた一つにこの筋トレってのがあったそうなんですよ。で筋トレはずっとしていてですね、でいろんな筋トレしてるんですよ。しかも1分でできるやつ、なかなか飽きが来ないですよね。こういったバリエーションを生かしていただいて、私たちね、中年世代に向かって送ってくださるんですよ。しかも体重100キロ以上のところから届けてくれますんで、まあさすがに体重100キロの方ってあまりいないと思うんですよね。80の後半とか90に差し掛かったからやばいなと思うような40代50代が多いと思うんですよ。ですんでね、大丈夫です。100キロでもできるんで、80とか90キロの方まだまだ絞れますんで、体動けるうちに動かしていきましょう。ということで、今回メッセージをお送りしましたけども、どんなね、筋トレがあるのか、今日は大胸筋を鍛えるトレーニングを紹介してくださいましたんで、特にねジムを作る必要もないですし、どっかお金を払ってジムに通う必要はありません。特に今の時期はね、ジムは危ないとか言われてますんで、なかなかでございます。逆に人がいないからジムが安全だっていう意見もありますんで、そこはもうご自身でご判断でございます。でも今回はですね、自重でできると言いまして、自分の体重を使ってできますんで、何にも機材いらないです。本当にね、両手をつく場所さえあればできますんで、活用していただければと思います。ミスター M さん、これからもよろしくお願いします。では動画の方、下の動画説明欄にね、つけておきますので、ご覧ください。